起立。礼。着席。はい、研究する皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。いよいよボーイズ&メン研究生のロードトゥーゼップ、スタートいたします。嬉しい。ゼップライブに向けて皆さん成長していこうよと、そして皆さんの魅力を発信していこうよということで、この東海ウォーカーのオフィス、内にある会議室を使ってですね、これから動画を撮っていこうと思っております。今日まず何するかと言いますと、ボーイズ&メン研究生をもっと知ってもらおうよという企画で、なんと第1回目は自己紹介をするの巻。自己紹介、自己紹介。それではまず誰からいきましょうか。誰からいきましょう。おっ、来たよ。ソータ。はい、はい、中原ソータです。好きな食べ物は唐揚げ、嫌いな食べ物はそら豆、血液型は A 型、魚座、3月8日生まれの中原聡太です。頑張って、みんなたちを盛り上げて一緒に楽しいライブをこれから皆さんと作っていきたいので、よろしくお願いします。おー、トップバッター綺麗にまとめてきたね、はい、拍手。イエーイ、よかった。ちなみに年齢は17です。17歳。はい、高校3年生です。おお、受験の年なんじゃない。はい、そうですね。18歳の年だよね、だからね。はい、そうですね。ってことは最年長になりますね。あ、え、他に18歳いるの。はい、あ、そうなんだ。せつらとりくとも18歳。はい、今年18です。あ、そうなんだね。はい、なるほど。ちなみに、どうやって呼ばれたい。やっぱ、メンバーからも呼ばれてるようにそうちゃんでいいです。そうちゃんがいいです。そうちゃん。はい。じゃあ僕の口から、そうちゃんってね。はい。お願いします。ちょっと気持ち悪いな。じゃあ、そうちゃんで呼ぼうか。はい、お願いします。じゃあみんなも一斉ので行こう。せーので、そうちゃん。あ、めっちゃ気持ちいい。続いて誰行こうか。誰行く。はい。あ、じゃあセール早かった。はい。じゃあセールで行こう。はい。はい。いいですか。いいですよ。松尾セイルです。中学校3年生の6月19日生まれ、今満14歳です。B 型の双子座です。おーですね、青い竜と書いてセイルって読むんですけど、うん、まあ当面はもちろんゼップに向けて頑張る。そして最終的な夢はセイルって携帯で打った時に僕の漢字が出てくるのを目標に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。おー、あ、すごい。14歳。はい。ってことは最年少。はい、最年少です。一番年下。はい、しっかりしとるな。最年長かねえ。なんかソータよりも。マジですか。あ、間違えた、ソーちゃんよりも。ありがとうございます。ねえ、ちなみにどうやって読んだら よろしいですか。僕のことですか。はい、僕あの珍しい名前なんで、そのままに呼ばれることが多いですね。なあ、まあでも学校の時はあのセルティーノって呼ばれてる時期がある。ちょっと長いわ。セルティーノ長い。セルティーノおかしいと思った。なんかあんまセルティーノってキャラじゃないよね。そうですね。略してセルティンとも呼ばれてました。じゃあちょっとセツラどれがいい。はい、セールでいいんじゃないですか。そうですね、それが一番いいよ。セールだな。はい、じゃあセールでいきますんで。はい、名前覚えてください。ちょっと怒る時なんかはじゃあ言っちゃうからね、俺ちょっとってセルティーノ。あ、そっちですか。怒る時に俺はもうセルティーノ今のはダメだろうって。あ、もうセルティーノって言われたらもう怒られてる。怒られてる。はい、お願いします。はい、じゃあ続いて。はい、お、じゃあ手伝い行きましょう。はい、今年高校3年生、17歳の北川せつらです。誕生日は10月15日天秤座、血液型は O 型です。おー、以上です。以上。はい、以上でいいの。なんかもっと話せることあるんじゃない、せつらだったら。もっと話せることですか。うん、なんか聞いてください。せつら、あれ
これちょっと空回りをする状態なのかなみたいなね。よく言われます。よく言われる。もうゆくゆくは空回りしないで、うん、面白いことを言えたら、うん、面白いことを面白いことを言えたらなと思ってます。はい、ちなみにせつらは何て呼ばれてるの？はい、メンバー内で。メンバー内は、うん、僕普通にせつらですね。せつらね。はい。学校とかでは？学校僕小学校3年生からせっつんって呼ばれてるんですよ。あー、ぽいぽい。はい、だから全然話したことないやつからも、うん、そのおせっつん誰みたいなそれくらい浸透してて。でも僕一応ボーイズ&メンでのあだ名はつらたんでいきたいなと思ってます。その辛い時に僕を思い出してもらって、そのああでもつらたんがいるから頑張れるみたいな感じの名前はつらいにしよう。そう、名前はつらい、名前につらいが入っちゃってそれで思い出しやすくしてもらって。ああ、いいいい、はい、いいから、もうね今50から回りぐらい、はい、いいから回りのつらたんって呼んでほしいのかな。そうですね、つらたんを浸透させていきたいな。浸透させたいんだね。はい、はい、じゃあこれ多数決にしよう。多数決、うん、はい、じゃあせつらって呼んでもらった方がいいんじゃないかって思う人は手を挙げて。はいはい、あ、3人。おー、うん、ってことは僕入りますか、僕入りますかあ、そういうことか。つらたんって呼ばせたいなという人。はい、はい、おお、やっぱ個人の意見の尊重は大事かな。いいね、なり平和主義者だな、そうちゃん。そうちゃんはな。ありがとうございます。あ、そっかそっか。じゃあつらたんでいっちゃう。しょうがないですね。いいのかな。じゃあなんかここはみんなで行ってみようか。はい、はい、じゃあみんな行くよ。せーの、つらたん。オッケーです。オッケーです。はい、じゃあ続いては誰だろうね。はい、はい、あと4人だよね。4人です、はい、じゃあここはかなでにしようかな。はい、はい、はい、野々田かなでです。2000年の1月12日生まれです。はい、で今年高校1年生です。入学しました。イエイ、よ、お、お、イエイ、おめでとう。で、僕のチャームポイントはこの太い眉毛です。はい、このクラス、クラスなの、これは。クラスですね。このクラスをこの元気で明るく、太陽のようにね、明るくできるように頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、はい。かなではかなででいいの？かなでは、ファンの方からはかなディーっていうふうに呼ばれてます。あ、もうそういうふうに呼ばれてるの？はい、かなディーで。かなディー。はい。で、それはもう浸透し始めてるの？はい、これは、ポンディのパクリじゃなくて、メロ、奏でっていうのは演奏の層を書くんですけど、その奏でとメロディーをかけて、カナディっていう風に名付けさせてもらいました。綺麗、いいと思う、それは。はい、ありがとうございます。さっきのセルティーノよりかは。セルティーノ。ちなみにカナディの、そのこっち側の眉はどうなってるの？逆側。こっちはの、ちょっとそこっち側反ってんの？こっちはの髪の毛で隠れるじゃないですか。お、隠れるね。だから、ちょっとでいいかなっていう。あんまそっちは手入れしてないの？あ、なるほど。じゃあ今日ちょっと見せようか。今日は、テレビ塔のライブあれだったんで、ちょっとだけ整えました。まだまだいい。ちょっと見せ。ちょっと太さが違いませんか？でもさ、そんなわからん。でも、肩も多分違う。太い、こっち太い。こっちちょっとだけ細い。いや、しかし、凛々しいね。もう。チャームポイントですか？ちょっと、そうちゃん、眉毛見せて。僕、こんな感じですね。あ、そうちゃんも、でも結構。そうちゃんは優しい凛々しさが。あ、カクカクって感じですね。そうよね。はあ、え、描いてんの二人？僕は描いてないです。僕ちょっと描いてます。あ、描いてんだね。はい。あ、多分細いのはライガ君。うわ、楽しそう。え、それ何？全部地毛？はい、これ地毛です。そんな綺麗なの？めっちゃ綺麗。僕お母さんに。やってもらって、そう、こんなところ、マザコンか、いやマザコンじゃないか、マザコンじゃない、マザコンじゃないんですけど、やってもらってます。綺麗だな。ここセルティーノは？セルティーノ、セルティーノ、セルティーノ、怒られてる、怒られてる、セルティーノ怒られてるわ。今ちょっと、すいません。じゃあセール、セール、セール見せて、僕も意外と太いんですよ。
うん、こんな感じですね、僕。なんでちょびっとなの。あげろこんな感じですね。だから、なんで上げてよ、なんで上げてよ。だから、残ってるから。手でこうやってやっちゃって。こんな感じですね、かぶっとる、ベルティーノ。セルティーノ、セルティーノ、セルティーノ、全部こんなの、恥ずかしいの。はい、ない、もう一個なんかない、ないの、見せ方、なんかないの。そう、全部隠れてます。でもやめて、面白い、セール面白い。あと残り3人、前のね、はい、3人でしたね。はい、じゃあ誰行こうか。あ、じゃあ、はい、ライガ行こうか。はい、はい、赤いバラの妖精、寺坂、はい、ライガ15歳、血液型は AB 型。今回のこの動画を通してさらに成長して皆さんを楽しませれるようになっていきたいなと思っています。よろしくお願いします。おー、来ましたね、 AB 型。はい、はあ、今僕が知ってる中でなんですけど、はい、先輩と研究生の中では AB 型が唯一一人で、はい、唯一一人。裏表、 AB 型なんですけど裏表はないかもしれないです。ないよね、あんま裏表がないように感じるな。でもちょっとあれだよね、家帰ってあのライガ君がバタンってバックとかボーンってぶん投げてさ、うん、なんか、うん、あのなんか疲れたんだけどみたいな、あの怒った感じとかちょっと嫌だよね。あ、なんかそんな感じあるの。いや、ないです。だったら嫌だなっていう。だったら嫌だなっていう。ないのかい。ないのかい。ないです、ないです。あと今はそうちゃんのイメージってことね。そう、イメージです。そんなことあったら嫌だなっていう。そういうことね。はい、わかりました。あっぶね、今ちょっとセルティーノに振りそうだった。振ってくださいよ。ちなみにライガは、ライガってどうやって書くんですか。頼るに我って書いてライガって言うんですけど、うん、ファンの方の中では、はあ、まあ、いろんな呼び方がライタン。あ、ライタン。ライ、あれ、なんかさっきいたよね、タンついてる人。あれ、いたよお前。あれ、誰いた、誰、誰。僕ですね。別に仮面でもいいよ。その辛い、辛いにタンを ね、掛け合わせてツラタンだもんね。はい、もう本当にいまいち浸透してくれないけど。まだ落ちてないよ、ツラタンは俺。そうですね、まあ、一個言うと、うん、僕の方が後なんでパクリかもわかんないです。え、どういうこと。僕の方が多分後ですね。あ、タンがついたのは。はい、僕生まれた時に。生まれた時からないじゃないか、お前。それは負けるわ、俺。それは負けるわ。生まれてから、言葉を話せるようになってから、うん、タン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 って言ってて、うわー、ほら今のもうファンたまらんタン。そこのタンはいらなかった。いらない。いや、でもタンの申し子やな、じゃあ。はい、タンです。タンの申し子。これは負けるわ。すげえや。そうか。もうじゃあライタンが、他なんて呼ばれてるの。ライティーノとかな。ライティーノじゃない。セルティーノじゃない。おい、ちょっとセルティーノ、おい。もうちょっと立っとけ、お前は。もうちょっと立っとけ。よし、そっかそっか。はい。他は何てあるの、はい、どうしようね、そのさっきのタンだと被りますからね。そうですね。辛い人の救世主、ツラタンとね。はい、かぶりますね。かぶっちゃうね。そうですね、やめてほしいですね。やめてほしい。ライガー。ライガー。ライガー、めんどくさいかもしれない。同じだよ、ライガーだと。ライガーと、ライガー。あんまりわかんない。普通に、ライガーと。せーの、ライガー。イエーイ。はい、お願いします。じゃあそれでよろしく。よろしくお願いします。はい、お願いします。はいはいはい、すみません、座っていいですか。いいよ、セールいいよ。いいよ、座っていいよ。あと2人、はい、はい、ですね。はい、じゃあジュキヤ。はい、高崎ジュキヤです。2000年生まれの11月1日で今このセールと僕で最年少なんですけど、僕の方が最年少の最年少で。あ、そうなんだね。はい、はあ、ちなみに学校では何て呼ばれてるの。ジュッキーとか。ジュッキー、ジュッキー、高崎とか。あー、距離感がちなみにごめんごめん、みんな今本名。はい、はい、本名です。あ、本名なんだ。すごい、でもやっぱ変わった名前ね。多いですね。多いね。はい、その中でもジュッキーやってどうやって書くの。ことぶきに、ことぶき、希望の木に、
カズナリのナリ。ナリ。誰だよ。誰だよ。誰や。誰やこれ。カズナリか。カズナリ。そこ多分カズが出るから。なり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 あーなりね、カズナリさんのなりねそっかそっか、でもなんか縁起のいい、めでたい名前だね。そうです。じゃあジュッキーとかその呼ばれてる中でファンの間では今なんて呼ばれてるの？ファンの間でもジュッキー。ジュッキーって言われてるの？どうなの？言われてます言われてるの。で、なんメンバーはジュッキー。あ、ジュッキー。あ、じゃあそれは浸透してるってことだね。はい、はい、そうですね。じゃあもうジュッキーでいいかな。はいはい、わかりました。じゃあみんなで呼ぶか、ここも。はいはい、行こうか。じゃあせーの、ジュッキー。はーい。はい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 、わかりました。最年少のジュッキー、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、ラストですね。はい、はい、自己紹介ラストとなります。鳥、リクト。お、鳥。17歳高校3年生の神田リクトです。 A 型サソリ座です。おと、特技は野球でずっとショートを守ってて、イチローさんに憧れて右投げ左打ちです。よろしくお願いします。すごい、右投げ左打ち。はい、それはもう強制して左打ちやれるようになったってこと？そうですね、あの、野球を初めてやった時からお父さんに、お前はこっちで打てと。おお教えられてきました。で、今高校とかでは、まあ、高校は別の部活に入ってやってます。あ、そうなの。何やってんの？今陸上やってます。おお、ちなみに種目というか短距離をやっていますけど、最近は筋トレの方ばっかり。おお、じゃあファンの間からはやっぱりリクトって呼ばれてるのかな？違うのかな？リックンって呼ばれたりします。ああ、リックン。あと熱狂的な方は神田陸斗って呼んだり。神田はいない。神田もしくは神田さんは学校で呼ばれてます。神田さんって呼ばれる。もし学校でもそのいわゆるあのクラス委員とかなんかこうなんかやってんの、もしかして？いや、高校はだいぶ寡黙な感じなんですけど。寡黙な感じ。そうですね、あの中学校の時は生徒会長とかやってます。やってそうだよね。いや、思ってたもん。優等生っぽいもん。あ、勉強できるの？やっぱ勉強は結構好きです。お、出た。好き、はい、出たよ。他に勉強好きな人、これアピールタイムじゃなくて本当に勉強好きっていう人いる？みんな目が死んでるよ。多分研究生にこいつと分かり合えるやつはいないです。じゃあどう呼ぶ？神田がいい。個人的には神田を押したいんですよ。メンバー内神田でいいか。神田が無難ですかね。リクト的にいいのかな。はい、大丈夫です。いいのか。いいんだ、いいんだ、いいんだ。学校の感覚でいきます。せーの、神田。ありがとうございます。せーこいつ友達いねえやつだ、絶対友達いねえわ。そんなことない。今、つけた呼び方に沿って今度は五十音順で並び替えてみてください。今からですか？はい、今から。はい、はい、結構前や。どうなってる？どうなってる？カナディ？カナディ？セパちゃん？セパちゃん？俺二番目かな。カナディが11位。カナディが11位。カナディが11位。カオカンダ。カオ俺もカンダか。よしはここ。お前出た。ライオ絶対。それ固定した。ライオ絶対。それ固定した。セッティーの席や。セッティーの。そうだよ。早く待ってください。早くしなさい。早く待ってください。ついにこっちだ。早くして。早くして。そんなもん20人30人いるわけじゃないんだから。もう何迷っとる？おお、なるほど。こうなりましたか。はいはい。じゃあ呼んでみましょうか。カナディ。はい、カナディです。はい、よろしく。お願いします。神田。はい、神田でございます。よろしくお願いします。はい。で、ジュキ。はい。ね。で、セイル。はい、セイルです。セルティーノ。あ、ごめんなさい。セルティーノ。セルティーノ。そうちゃん。はい。よろしくお願いします。はい。で、ツラタン。はい。はい。はい。で、最後、ライガー。はい。ね。グッドです。グッド。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。それでは、ボーイズ&メン研究生、ロードトゥーゼップ、第1回目は、これにて、解散。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。